えー、こんばんばは、えー。今日は千葉県の重心を求めてみます。えー、その前に、えー、まず重心とは何でしょう、えー、学校で習ったかもしれませんが、始める前に重心とは何かについて説明します。えー、重心とはですね、簡単に言うと、その図形の真ん中です、えー。例えばですね、こんな図形があるとします。えー、この図形の真ん中、えー、重心がここだとします。 一旦この図形ですね、ちょっとこっちに置いておいて、次にですね、人差し指を立てます。間違ってもですね、こういう時に中指は立てないでください。そしてですね、こんな風にこの図形の昆虫芯をこの人差し指の上に乗せると、釣り合います。もちろんですね、逆も言えます。例えば、これは日本地図です。拡大して、 はい、えー、これはですね、東京都です。えー、これを切り取って、えー、こんな風になりました。えー、ちょっと小さいので、もうちょっと大きくします。はい。えー、一旦これですね、ちょっと脇に置いておいて、さっきと同じように、えー、人差し指を立てます。はい、それでですね、えー、この切り抜いた東京都の、えー、東京都をですね、乗せてみます。はい、それとですね、うまくバランスをとって釣り合うところがあります。 えー、このですね、釣り合ったところで止めます。はい、止まりました。えー、次にですね、えー、このように、えー、この指の上を印をつけます。はい。えー、ここです、えー。この点が重心になります。今回はですね、千葉県の重心を探すんですが、えー、実は東京都の重心は今から約20年ほど前にですね、 私が以前勤めていた公益法人で発行した、発行していた数学雑誌の企画で求めています。そこで千葉県の重心を話をする前に、昔求めた東京の重心の場所を見てみましょう。はい、これは東京都です。もうちょっと大きくします。はい、こんな感じですか。それでですね、東京都の重心は、 はい、ここになります。えー、ちょうどですね、えー、国分寺市になります、えー。もうちょっと拡大してみます。はい、拡大して、えー、ここにですね、国立、JR 国立駅がありますね。大体いいですね、この駅から1キロですので、えー、歩いていきます。えー、さらに拡大して、えー、この赤丸ですね。この赤丸周辺が、えー、東京都の中心になります。はい。 ちょっと写真で見てみます。この辺からちょっと見てみましょう。はい、こんな感じですね。はい、進んでみます。えー、何の変哲もない住宅地になっています。この辺がですね、東京都の中心になります。はい、どんどん進んで。 はい、どんどん進みます。えー、ちょっとですね、この、この赤丸から外れたところにですね、えー、このように公園が現れます。えー、この公園ですね、名前を、えー、藤本90度公園って言うんですが、えー、この公園の中にですね、この、ここ、ここにですね、ちょっとした看板があるんですが、えー、これがですね、えー、重心の、えー、ちょっとした記念碑になってます。はい、これです。 当時ですね、このちょっとした記念碑を建てるときにイベントを開きました。今調べると2005年の3月13日になっています。この時の様子はですね、この本に載っていますが、私が当時撮影した他の写真が手元にありましたので、それをご覧ください。こんな感じで、当時確か参加者にアンパンとかですね、マグカップだったかをプレゼントしたと思います。 これが理由かはわかりませんが、えー、たくさんの人が来てくれました、えー。こんな感じでですね、スタッフが大きな切り抜いた、えー、切り抜いた東京都の地図で説明しています。えーまあ、この時のですね、この子供たちですね、もうおそらく大人になっていますよね。まあ、20年ぐらい前ですから、うん。私もですね、あの時は若かったんですが、まあ、今ではおっさんになってしまいました。 実はですね、当時ももうすでにおっさんだったんですが、えー、この東京都の重心はですね、国分寺市のホームページでも紹介されていますので、えー、もしお暇ならば、えー、見てください、えー。ところでなんですが、えー、この重心は数学的にはどうやって求めるのでしょうか。えー、例えばですね、円ですが、円の重心は、えー、中心になります、えー。これは簡単ですね。えー、次に、 三角形です。三角形の重心は、まず各辺、各辺の真ん中に点を打って、向かい合う頂点から線を引き、この交点が重心になります。次はですね、この平行四辺形ですね。これはですね、各頂点を結んでできた交点が重心になります。これまでは簡単です。それでは次は、 えー、こんな四角形はどうでしょう、えー、さらにこんな五角形、七角形、えー、さらにはですね、えー、こんな図形はどうでしょう、えー、図形がですね、複雑になると、重心を数学的に求めるのはですね、ちょっと厄介になります。えー、これをですね、いろいろ説明すると面倒なことになりますので、えー、ここではですね、えー、簡単な求め方を紹介します。 今回使ったのはこの地図、文献地図12、千葉県18万分の1です。開くとこんな感じになります。ちなみにですね、これ、ブックオフで350円で買いました。はい、これが千葉県の地図になります。これからですね、この千葉県をこの境界に沿って、正確に切り取ります。こんな感じですね。こういう感じで切り取ります。 それで、この切り取った地図を台紙にこのように貼り付ける作業を行っていきます。はい、できました。これが千葉県の地図を切り取って台紙に貼ったものです。えーまあ、結構大変でした。特にですね、この海岸,海岸線をですね、切るのが結構あの細かくて大変です。 このですね、これを使って千葉県の重心を求めてみましょう。はい、えっとですね、まずは、このですね、ピンに、この糸をつけて、糸垂らして、この先にですね、このようにあの重りをつけます。これを使います。これでですね、このピンで、この地図を固定します。 こうどこでもいいんですけども、こうまあ、ちょっとここを使ってみますね、えー。自然に地図もこのようになるように、えー、糸も自然に垂れるようにします。こんな感じですね。えー、それで、この垂れた糸を、まあ、ちょっと止まってないですけど、まあ、このような。 えー、垂れたところを固定しますはい上も固定しますここですねここも固定しますはいそれでもう一つ同じピンを使いますえー、もう一つはですね一回これ取り外しまして これもどこでもいいです。これとは違う場所を、うん、違う場所を使って、このように刺します。で、これが、これもですね、このように自然に垂れるようにします。 はい、これをこれ、えー、一応ですね仮止めします2回目は仮止めしなくてもいいんですけども一応こうしますねはいそれでこの2本のです、ね、糸が交わったこの点、えー、この点が千葉県の重心になりますはいこれで、えー、分かりましたね分かりました ちょっと地図が小さかったので、なかなか特定できませんでしたが、何度かですね、この作業を繰り返して、千葉県の重心を特定しました。それがここです。次はですね、この場所を Google マップで見てみましょう。はい、Google マップです。えー、これが千葉県ですが、えー、千葉県の重心は、はい、ここになります。えー、拡大して、えー、拡大します。 これがですね、これがですね、ちょうど千葉駅、JR 千葉駅になりまして、ここからの直線、直線距離を測りますと、13キロになります。はい、さらにですね、ここを拡大します。ここはですね、千葉県市原市の長吉というところになります。 えちょうどですね、ここに、えー、地形製電鉄の千原台駅がありますので、ここを降りて歩いていくこともできると思います。えこの千葉県の中心の近くに、この長吉公民館っていうのがあるんですけども、えここですね。え千原台駅からこの長吉公民館までの距離は、はい、このように、えー、3.4キロと表示されますので、まあ、頑張ればですね、歩ける距離だと思います。はい、戻ります。 えー、この千葉県の重心、えー、ちょっと周辺を見てみます、えー。普通の地図ですとちょっと見づらいので、えー、航空写真に切り替えます。えー、こんな感じですね。えっ、ー、と、ここはですね、山ですね、山林と言いますか、もう山というか、えー、ちょっとですね、 えー、こ,こ,ここに、えー、あぜ道、えー、田んぼがありますので、ここまで車で行って、ここからですね、あぜ道をこう歩いて行って、えー、ここの谷のようなところを行って、ここ山を登って、ここに行くということが考えられます。またはですね、ここにも田んぼがありますので、えー、車でこの辺まで行って、えー、ここに車を止めて、ここからどんどんあぜ道を歩いて、あとはこの道みたいな、 谷のようなところを歩いてこう行っていくと。またはですね、ここに大きい道がありますので、ここを車でこう行ってこの辺に止めて、えー、またこの辺にですね、なんか道があるかもしれませんので、えー、ここをですね、強引に突っ切ってこっちの谷に降りて、この谷からこの山をぐーっと登ると。こういうことも考えられます。またはですね、ここにゴルフ場がありますので、 車でこのゴルフ場の入り口まで行って、ここからこうゴルフ場を歩いてこう行ってですね、この辺を強引にこう通過すると。ただですね、ゴルフ場は球が飛んできますので、ゴルフの球は硬くて危ないですので、ここはですね、やめた方がいいと思います。3D でちょっと見てみます。こんな感じですね。 え最初のですね、このあ、この田んぼですね、あぜ道コース。えー、これはですね、これがいいのかなと思います。こうやっていくと。まあ、こっち側のですね、あぜ道、えー、田んぼコース、えー、これ。こうですね。えー、こっち側の田んぼ、こうこうですね。ここを歩いて行って、ここを突っ切ってこう行くのも、まあ、これまで、ね、ですね、考えられると思います。 えー、先ほどのこの大きい道路のところですね、ここ道はもしかしたらないかもしれませんね、やっぱり。なんかあるように見えたんですけども、ここはちょっと難しいかもしれません。はい、元戻します。えー、ちょっと地図を見た感じですと、えー、千葉県の重心は場所が場所ですので、た、え、ど、ー、り着くのはかなり困難な感じがします。えー、実はその後ですね、えー、実際に行ってみましたので、 えー、次回の動画には現地調査の状況をまとめましたのでそれをご覧くださいえ。今日はこれで終わりにします。おやすみなさい。